どうもとんかつです。今回は伝承ウィッチでトゥバラでイバラやっていこうと思います。装備がいつも通りトゥバラシリーズに耳だけこれで、武器だけナルシランのやつで、水晶はこんな感じの、異物光明石がこんな感じのやつになってます。ペットの俊敏になってるし、はい。で、増加スクロール2段階のみを使って、あと何やったっけ、ああそう、精霊石は破壊の精霊石を使って、霊薬は野獣を使って15分、霊薬の効果時間の15分のみしっかりと、まあそれなりにね、できるだけ可能であれば狩りをして、はい、ゴミドロップの計測をするんですけど、まあ喋りながらなんで、ゴミドロップの数は、はい、もうちょっとぐらい勘弁してくださいませ。ということで、前置きはこれぐらいにして早速やっていこうと思います。せいや、さあ最高で、この伝承のウィッチなんですけど、まあ火力特化っすね、簡単に言ったら。覚醒との違いは、はい、そんな感じでござる。で、まあ覚醒の方が安定はしますね。この伝承ウィッチは攻撃範囲がそこまで広くなく、かつ、裸スキルが、まあそれなりに多いですよと。そんな感じっすね。で、結構難しいって言われてるんですけど、まあ覚醒よりは難しいですね。はい、それは間違いない。ただまあそんなにね、言うほど難しくないって、言うほど難しいっていうことはないんじゃないかと自分は思ってるんですけど、これミスってるな、ちなみに操作をミスってる。ちょっと待ってちなみにね、ほんまにすまんけど言い訳していい、ごめん、ちょっとだけ言い訳していい。割と久々なんですよね、ここ最近ね、伝承ばっかりじゃねえわ、覚醒ばっかり、そう、覚醒ばっかりやってたんで、その辺はちょっと許してくださいね。多少操作があれなの。あ、ちょっと待って、あれ忘れてる俺、あのキーのやつ、ちょっとキーのやつ出しますね一旦。ちょっと待って、なんか様子がおかしいねんけど、気のせいちょっと待ってちょっと待って、操作があれやって、ちょっと違う、それは違う、ちょっと待って、これあやばいぞじゃあごめん、もう一回言って、結構久しぶりなんですかね。はい、あ、オッケーで、キーのやつを出すわ。ちょ、また違うことやってんねんって。ちょ、待って、わかった、ちょ、違うことやってるから、ちょ、ごめん、あれ、なんでお前早くして、あかん、15分しかないから、ちょ、待てって、違う、これはもうやばいわ。うん、で、そうでね、裸が多いんですよ。あれ、俺どこまで喋った、ちょっと待って、やり直した方がいい。いや、もう一回も一発撮りを何売りにしてやってるというやつになってるんでね、この動画は。はい、もう多少グダグダでも許してくださいね。で、 DPS がね、でも高いっすね、こっちの方が間違いなく、もうそれだけは間違いないわ。ちょ、さっきから違うスキルが出てんねんけど、この攻撃範囲は広くないんですけど、倍率って伝承も覚醒もそんなに、まあ、大差はないんですよ正直。で、まあ基本的には、まあやっぱり同じ倍率のものを、なんすかね、スキル回しするときに、まあそれはね、物理的に攻撃速度速い方が DBS って出るじゃないですか。そんな感じっすね。で、こっちは結構攻撃速度ご覧の通り速いじゃないですか、それなりに。だからね、火力はこっちの方が出るんですけど、まあ先ほどから、そうそう、何回も言ってる通り、攻撃速度がそんなに、攻撃範囲がそんなに広くないと。で、かつ裸スキルが多いんで、茨の森は絶対覚醒の方がやりやすいっすね、正直、ほぼ間違いなく。そんな感じかな。まあそれでもね、まあしっかりと気をつけて立ち回ったら、全然やれることはやれるんですけど、はい、そんな感じっすね。あとでも、ごめんな、結構ね、覚醒の方で補足説明だったりだとかお話はさせていただいたんで、これといって正直喋ることがないんですよね、ぶっちゃけ。あと結構久しぶりやし、操作にね、それなりに集中せんとちょっとやばいことになると思いますんで、はい。あ、ちなみに敵を釣るときは今みたいに、はい、シフト右クリックでスッて感じですね。あ、ちょっと待って、撃つの忘れてるわ。で、このメテオとダイヤモンドダストか、これがめっちゃ強いですね。で、ワングループごとの初手に CT を見て打てるかどうか判断して、打てるようであれば積極的に打っていった方がいいかなっていう感じですね。どうすか、殲滅速度結構速いでしょ。多分ね、やっぱ覚醒より
まあ火力といいますか全然出るんですよこっちの方は。うん、そんな感じでござる。でもまあやっぱ裸が多いんで、このまあ赤玉であったりだとか、あとしっかりと敵を集めた方がいいですね。なんか割と集めれてないですけど、さっきからちゃんと。はい、そんな感じですね。でまあ難しい、まあ覚醒より難しいことは間違いないんですけど、あ、結構ね、その簡単な立ち回りスキル回しみたいな動画を、まあ伝承ウィッチの方では上げてますんで、よかったらぜひねそちらを参考にしてくださると嬉しいですね。はい、そんな感じでござる。であとこのクイックタイム、これは結構頻繁に使った方がいいかなっていう感じですね。この覚醒の方ですとクイックタイムを打つとメイン武器に切り替わるじゃないですか。でそれがね結構めんどくさかったりするんで、切り替えがいちいち、まあ覚醒の方では打たなかったりするんですけど、電車の方は結構打った方がいいかなって感じですね。まあ攻撃速度が売りなんでこの職、割とまあただでさえまあ攻撃速度は速いんですけど、まあさらにそれを早めていくと、まあそんな感じですね。であと、まあ、結構今これは楽な立ち回りを使ってるんですけど、もうちょっとしっかりやるんであれば、これこのシフト F のアースクエイク破壊、これがね結構倍率が超高いんで、結構超高いって頭痛が痛いみたいな感じのやつになってるんですけど、はい、まあ、意識してねもっと使っていった方がいいんじゃないかなと思いますね。うん、そんな感じかな。で1グループごとにクイックタイムはまあできるだけ打っていく感じですね。まあ、ちなみにしっかりと狩りをするんなら、もうちょっと敵を集めた方がいいですかね。ちゃんとこれ全然集めきれてないんで、はい、そんな感じですね。なんか判定がようわからないんですけど、この黒い砂漠は敵を10匹までしか釣れないらしいんですよね。なんかようわからないんですけど、その辺は。はい、ただ赤玉があるとなんか10匹以上釣れたりする時があるんですよね。はい、その辺の詳しいことはごめんなさい、ようわからないんですけど、はい、そんな感じでござる。そう、つまり何が言いたいかっていうと、まあ割とねしっかりと敵は集めた方がいいですよっていうことが言いたいですね。でこのクマがやっぱ問題ですね。こいつがこの気絶を頻繁にしてきますんで、まあ割と気をつけてね、まあ茨の森で狩りをするときはですけど、まあ茨の森であったりだとか、その CC やってくる狩り場ではね、この敵のモーションをそれなりにしっかりと見て、このサンダーストライク経過、これやってるときもう完全に裸なんで、その辺はちょっと気をつけてもろてという感じですね。じゃちなみに俺これペットのやつとかちゃんとやってんのかな。やってるか、まあもう自分を信じるか、もうやってる、大丈夫大丈夫やから。ちなみにこれあーやってなかったってなってもそのまま動画上げますよ多分。ごめんやけど、やり直しがね結構嫌いなんですよ。まあ今までやり直しって実はねやったことあるはあるんですけど、あのバフを使い忘れだったりだとか、そういう時に基本的にやってますんで、はい、もう基本的にねもうやり直しはせずに、なんかあんまりやり直しをするとなんかゴミドロップ厳選してるみたいになりません？そう、なんかそれがねちょっとあんまり嫌なんで、自分はもう一発撮りにこだわってやってるんですけど、その代わり結構グダグダやけどごめんな、それはそれ許してもらっていいですか、すまんけど。はい、でちょごめんでもな、じゃほんまにもう一回言っていい、説明することがそんなにないんよな。あとなんか聞きたいことあります？伝承ウィッチで、あ、ちなみにあのぜひぜひねコメントなどで、もっとこうやった方がええんじゃないかだとか、もっとこういう話を次回はしてくれると嬉しいですだったりだとか、はい、教えてくださると助かりますね。結構試行錯誤と言いますか、何が参考になるかわからんなと思いながらやってるんで、まあ、できるだけね、まあ、こんなん言ったら参考になるんじゃないかなっていうことは意識して喋るようにはしてるんですけど、うん、どんな発言が参考につながるかとか、まあ、分かんなかったりしますんで、はい、そんな感じでござる。そう、つまり何が言いたいかっていうと、あの、よかったらコメントくださいっていうことですね。
まあ、こんな感じですね。どうですか。あ、ちなみにこの錬成スキルのライトニングアローっていうやつぼちぼち使ってるんですけど、これは無限 MP ポットを持ってる方やったらこれマナーアローっていうスキルとの選択になるんですけど、自分これ結構敵ツンノンとかに使えるんで好んで売ってますね。これは結構便利ですよ。あ、これこれ見た今のこうドーンっていう、あー違う、まあ1ヶ月に、ちょなんか指がおかしいねんけど、ちょ指が覚醒一致になってるわ、ちょごめんな、あーちょーちょ違う違う違う、もう違うって、だから違うってな、あーでちょごめんな、そう、あの MP の話なんですけど、ポット必須ですねこいつは。まあ無限ポットあった方がいいですね。ちなみに無限ポットはあった方がいいです、どっちかっていうと完全に。でまあなくても狩りはできるんですけど、あのキャンプで買える MP 回復ポーション超みたいなやつあるじゃないですか、それをもう200個くらいかな、1時間、なんなら200あっても足りひん可能性があるレベルですね。ちょ俺何やってんねんさっきから。うん、そんな感じです。でこの MP 回復するときにシグト左クリックのこれマナアブゾーブっていうやつあるんですよ。まあこれが MP を結構回復することはできるんですけど、なんかねたまにね当たらない時があるんですよ、残念ながら。はい、そういう時だったりとかに結構やっぱ困っちゃいますんで、まあさっきも言いました錬成スキル56の錬成スキルなんですけど、マナーローっていうやつがあるんですよ。まあ基本的に無限 MP ポットがない方はそちらを選択していただいて、まああるんならこのライトニングアロー、これ結構便利なんで自分は好んで使ってますね。はい、そんな感じでござる。まあこんな感じでね、メテオか、メテオとダイヤモンドダストの CT が開けてるなぁと思ったら、まあ敵の多いところで撃つのがいいですね、できるだけ。これ結構主力級と言いますか、すごい強いんで、殲滅速度これ撃ってる時はめっちゃ速いんですよ。うん、こんな感じで。どうですか、結構あの1グループの殲滅は覚醒ウィッチでやってた時より圧倒的に速いと思いますね、おそらく。ちょっと待って、犯されてんねんけど、それは違う。まあ赤玉をしっかり駆使してね、はい、そんな感じですね。でこれ結構久しぶりで、これあーちょっと待って、このね今のスキルスーパーアーマーついてるんですけど、なんかスーパーアーマーが発動するまでめっちゃ時間かかるんですよ。だからこうやってね攻撃を受けてしまったりすることがあって非常にイラつくんですけど、うん、なんかもうちょっと早くスーパーアーマー発動してくれてもいいのにとか思いますよね。これどうですか、ちょっと待って、あと2分しかないねんけど、これやばいな、どうやろう。ちょっと効率はほんまに許してくださいね、マジで。あの結構久々で喋りながらなんで、はい、まあでもそんな悪くないと思いますけどね今んとこ。ほらこれこのスキルめっちゃ強いねんな、ほんまにごめんやけど。どうすか見てて、これトゥバラ装備やで、すまんけど、めっちゃ強くないですかこれやってる時。だからこれをしっかり CD を意識して打つ方がいいですね。でちなみにまあ動画でもね、立ち回りの動画か、スキル回しっていう動画をまあ先ほど言った通り上げさせてもらってるんですけど、そちらの方でも説明はしてるんですけど、このメテオの CT とダイヤモンドダストの CT がそれぞれ違うんですよ。メテオの CT が40秒で、ダイヤモンドダストが1分かなってなってるんですけど、一緒くたにしてますね自分は。もう同時に打つようにしてるんですよ。あ、メテオの CT が30秒やったわ、ごめん。メテオの CT30 秒に対して、そうダイヤモンドダストの CT が40秒なんで、これまあ管理がめんどくさいということで、自分ははい、それぞれもうメテオの CT も40秒やと思って立ち回りをしてるんですよ。実は結構ねでも楽っすよ、一色たそんの。なんかそれぞれ CT 管理すんの結構めんどくさかったりするんで、はい、そんな感じです。でメテオが、まあ、やっぱ強いは強いんですけど、なんすかね、まあ、結構モーションが長いんで、この DPS がそんなに高いかっていうとそうでもないんですよね。でこれが特化3段階なんで、ダイヤモンドダストがねクリ補正ないんですよ。ですのでこれにクリティカル補正をつけて
ダイヤモンドダストがクリティカル発生するようにしてますね。伝わったかな。ちょっと日本語があれなんですけど申し訳ございません。まあいつも通りなんですけどね、それは。はい、そんな感じっすね。どうやろう、結構強いと思うんですけどね。やっぱり火力殲滅力は覚醒よりは高いかなっていう印象ですね。うん、なんか悪くないような気がしてる。ただでも茨の森は絶対覚醒の方がやりやすいからな。もう 100% すまんけど間違いなく。伝承の方が良さそうな場所は、敵がそれなりに密集してて、かつ、ちょっと待って、時間がないんで、もうちょっと集中してやっていいですか。ごめんな。でかつ、そう、 CC を受けへんかリバだったりだとか、そういうところがいいですね、伝承の方が。あー、ちょっと待って、あ、終わった、ごめん、ちょっと待って、くっそ、あの群れの分無理やったな、ゴミドロップ。まあ1ヶ月に、はい、じゃあまあ15分早いことにもう経っちゃいましたんで、ゴミドロップの計測をやっていきますね。俺ちゃんと喋れてるかな。せい、さあ1014か。いや結構少ないな、これね。もうちょっとしっかりと立ち回れば多分1200とか1300、なんなら1300ぐらいいけるポテンシャルはあるんですよ、伝承ウィッチ。残念ながら、うん、まあちょっとね、結構久しぶりでしたし、はい、ごめんなさい。そんな感じですね。あとなんか補足説明あるかな。もうできるだけね、動画時間って短くパッと終わりたいんで、あんまり喋りたくないんですけど、あとあるかな、なんか、あ、先ほど言ってたやつが、ごめんなさい、56じゃなかったっすね。58ですね。これっすね。ライトニングアロー。これが遠くの離れた敵を釣るのに結構便利ですんで、まあ自分はこっちを好んで使ってるんですけど、こちらのスキルが MP 回復補助として結構優秀になってますんで、まあ、ポット、MP ポット、無限ポットですね。無限ポットがない方はこちらを選択していただいて、ライトニングアロー、はい、後に選択すると。まあ別に無限ポットなくてもこれが好きな方はこれでいいと思うんですけどね。はい、そんな感じです。じゃあね、今回の動画はこの辺で、よろしければチャンネル登録、そして高評価ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アデュー。